アホが上にいるのが嫌なんですよ。自民党がアホなのかもう腹立ってしょうがないんですよ。っていうね、それは僕の感情ですけどね、あんまりこういう風に感情出したら。歯に衣着せぬ物言いで視聴者を引きつける男、その名は藤井聡。京都大学大学院教授である。文部科学大臣表彰など数多くの受賞と学者として輝かしい功績を残している。しかし彼の活動はそれだけにはとどまらない。表現者クライテリオンの編集長を務め、テレビのレギュラー番組は4本、ラジオ、インターネットで定期的に配信を行い、書籍、雑誌の出版物も世に数多く出している。あらゆるメディアを通じて、今の日本の現状を伝えるべく発信を続けている。そして彼の語り口は、難しい話も分かりやすく面白い。難しい言葉ばっかり並べられたらこっちもあ無理やなってなっちゃうんですけど、でもそうじゃなくて、本当私みたいな素人みたいなね、全然わからない人に対しても噛み砕いて話してくださるんで。さらに元内閣官房参与として、今でも多くの政治家官僚と親交を深める。スケジュールはいつもびっしり。大学教授の仕事だけでも多忙なはずなのに、藤井は走り続ける。最も敬意を抱いているのはですね、関心の領域が広いということなんですよ。僕の周りではいないですね、あれほど見事な問題解決型の人っていうのはね。侍スピリット、それを諦めてないっていうのはね、真似がやっぱりしきれない。なぜそこまで走り続けるのか。そこには日本を良くしたいという言葉だけでは語れない何か特別な思いがありそうだ。今回取材班は藤井に一日密着をお願いした。返事が返ってきたようだ。え、5時45分藤井の一日は想像以上に早かった。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。先生、今からラジオ放送。あ、そうですね。そうですね。まだ朝の6時前なんですけど。そうです、そうです。ちょっと今日ギリギリですけどね。あ、ありがとうございます。今から打ち合わせで。はい、はい、よろしくお願いします。この日の始まりは、文化放送のラジオ番組、おはようテラちゃん。加盟していないノルウェーやスイスも今月中、毎週木曜日のコメンテーターを担当している。それから慎重論があって、ガソリンのね、この補助金だって何かの基準があって初めてはずですよ、はい、その基準クリアしてないのにこれやめるわけでしょ、なんでかって言ったら財源問題がありますか。関係あるかあよ、そんなもん。いや、全然あれん、このビッグモーターと全く一緒だ。ビッグモーターのこの長岡の顔ベターっとひっつけた社員ね。はい、そうですね。これと今 の内閣総理大臣というか官邸というか何も変わらない、こんなの許せない。はい。朝からいつもの藤井節は健在だ。放送が終わるとすぐにラジオ局を後にする。次の現場に向かう途中、藤井はカフェに立ち寄った。ラジオの後はよくここを利用するらしい。テレビがあると、テレビが9時過ぎぐらい入ることがあるんです。この時間を駆使しないともう全く仕事が回らなくなるんですから。ちょっとした隙間時間を使ってメールや執筆活動を行っている。編集者藤井にとって貴重な時間だ。ところで藤井は何時に起きているのか、ズバリ聞いてみた。今日は5時15分ですね。5時15分。5時半のタクシー乗って。昨日は何時に寝られたんですか。昨日寝たのは2時過ぎぐらいですかね。2時過ぎ。
まあ、3時間出たんで、なんとか。あ、なんとかですか。あの僕の中では3時間出たら、なんとかなるっていう。2時間やとね、しんどい。2と3で随分違うんですよね。あ、そうなんですか。3時間出たらね、もうなんか1日いけるんですよ。2時間やとね、やっぱちょっと気分出しないと辛くなる。あ、その1時間が。だいぶ違うんですよ。だいぶ違うんです。今日もだいぶ夜中までね、予定がありますから。大事な会合なんです。はい。9時からは藤井のレギュラー番組の一つ、東京本間門教室のテレビ収録。この日は日本撮りのようだ。企画から構成内容まで藤井が作成している。原稿を作ったのは昨日の新幹線の中。はい、はい、はい、わかりました。じゃちょっとメイクあれしてください。はい、はい、はい、すいません。打ち合わせが終わるとすぐに収録がスタート。おはようございます。東京本間門教室、藤井聡です。アシスタントの村山千代です。今回のテーマは、なぜ日本は戦争に敗れたのかです。いや、戦争やめとこうって、今度は陸軍が絶対戦争やめてくれと、軍部はもうやめようやめようって言ってたんだけど、でそんなこと言ってこれは結構盛り上がっとくからもう やっちゃうといいんじゃないかな、これ金本の方みたいなね。いや、違いますよ、これ残念分かりやすくしてるからねっていうことを。ユーモアも交える藤井節はここでも健在だ。この強兵団って初めて欧米からの独立。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、じゃあ本命以上になります。はい、お疲れ様です。5分ぐらい休憩します。休憩に入るとすぐにパソコンに向き合う。少しの時間も無駄にはできない。2本目は今話題のインボイス制度について。幅広い分野を扱う知見の広さが伺える。そんなね、もうものすごくある毒なんですよ、日本経済にとっては。はい、ありがとうございます。番組アシスタントの村山アナウンサーに藤井の印象を聞いてみた。フリップ丸1、フリップ丸2ぐらいしか書かれてなくて、先生がお話しされる原稿がほとんどないんですよ。心に思ったこと、魂の声みたいなことをそのままアウトプット表現されてるのかなっていう印象ですね。お話しされなければいけないことははっきりとおっしゃるので、たまに怒ってってるのかなと思うんですけど、次の瞬間ふわっとした表情になれる、そのギャップにやられますね。みんなファンになっちゃうと思います。難しいことを難しいままに話されるんじゃないかなと思って、最初すごくドキドキしてたんですけど、難しいことを本当に分かりやすくお話しされる方で、どんな方にも伝わりやすいような言葉をそれこそその場で選んで発信されているっていうような印象を受けて、これは私を伝えたとしてもすごく勉強になりますし、学ばせていただいております。今回は分かりやすく説明できたね。はい、なんかね、人間っていうのはこれ認知心理学で明らかにされてるんですけどね、全ての物事を理解するときに物語を使ってるんですよ。人間、その数学にしても物理学にしても全部物語がすごい認知的に複雑なものでも物語で理解するんですよ。逆に言うと人間っていうのは物語でないと理解できないっていうことが認知心理学で分かってるんですよ。制度の仕組みを制度とまま理解させることはできないんです、人間は。人間は箇条書きは頭に入らないようになってるんです、はい、だから全部僕は小芝居入れるんです。小芝居入れることでグッと一気に分かるんです、はい、理解度はね100倍ぐらいになるんですよ。それはね、なんでそうやってるかっていうと、そういう研究をやってたからなんですよ。僕は説得の研究っていうのも若い頃から30ぐらいからやっててね、でどうやって説得できるかっていうのは、そのナラティブサイコロジーって言うんですけど、ナラティブを使うっていうのが効果的だっていうのが、まあ、理論的に明らかにされてるんですね。だからそれを使うんですけど、みんなそれ知らないんですよね、はい、ずっと小芝居入れてるじゃないですか、はい、あれだからあれでみんな分かるんですよ。でも賢そうに見えないというデメリットあるんですけどね。藤井はアホだみたいな。あいつアホやな。だいたいあの分かりやすいこと言ってるやつでバカって思われますからね。でも僕はバカって思われるかどうかは I don't care だけど、その聞いてくれてる人の頭の中が整理されることを僕は優先して
るんですよね。ところが多くの指揮者は逆なんですよ、はい、なんか賢く見えることを優先して難しいことを言ってで小銭に稼いでるんですよ。だから僕はそれ伝えるっていう、で伝えてみんなの意識を変えて世論を動かして政治を変えて日本を救うっていう巨大なゲームを考えてるわけですよ。でなんかそのゲームに向かっての一個一個なので、そこで自分が賢く思われるとかバカに見られるとか関係ないわけですよ。でただ賢くあんまりバカに見られると全然有効性がなくなるから、一定程度の威厳は保っとかなあかんのですけどねでもそれはもうだって真面目なところで真面目に話をしてるだけで自分担保できるんだろうと思うしね、はい、とかまあだから、うん、大きな、ゲームとして何をやってるかっていうことを考えるっていうのが僕の修正なんですよね。だから僕は時にその政治家を批判したりとかしますけど、それはその日本を救うための一アプローチとしてやってるだけなんですよね。でもみんなそれ分かんないんですよね。だから官邸の、はい、だから批判されてる人は何やふじ腹立つなと思うだけですよ。だからあいつらなんかちっちゃいことしか考えてないってことです。でも単純な話でしょ。そうですね、めちゃくちゃ単純なんですよ。でも実行するのが難しいのかな。いやそうかな、なんか少なくともなんかなんていうか、僕なんかよりももっと崇高な人間なんて歴史上というか今の人類の中にも山ほどいるわけでね、うん、僕なんてふざけた方の男だと思いますから、うん、いやそうしたらいいのにね。この日の昼食は官僚との会食。今どうしても食べたいものがあるようだ。それ、ね、僕官邸にいる時ね、もういつもそこ行ってたんですよ。好きなんですよそこの麻婆豆腐。どこかって言わんとこもうね、毎日食べに行ってますよ、そこの麻婆豆腐。僕はね、一番好きなもの何ですかって言うと麻婆豆腐って言うんですけど、で今もずっと麻婆豆腐のこと考えてます。車が来たこと確認してます、ね、はいはい。まだちょっと外暑いですから。いや、ちょっとね、急いでるので、そうです、外で待ってます、はい。じゃあどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。昼食会場に向かう間、今日本が抱える重要な問題について話してくれた。過剰医療問題っていうのがあってね、それは僕の重要なライフワークの一個にしてるんですよ。それをね、誰も容易まんのですよね。過剰医療問題って医療の水準を下げるってことだから殺す気かって話になるので、みんな怖くてできないんですよね。何でも挑んでた日米スもこの問題やってないんですよね。彼は気づかなかったんですよね、この問題があるっていうことで。もそういった発想もやっぱりいろんな情報交換をね、いつもいろんな立場の人とやってるから分かるんですよね。で医師には医師の言い訳もあるし、うん、一概にねこいつが悪いって決めつけられないんですけど、うん、医療の問題なんとかねしなきゃダメなんですよ。じゃあ、はい、またお願いします。はい、またお願いします。官僚との情報交換も終え、次に藤井が向かったのは自民党本部。研究した経済効果について自民党幹部にレクチャーをするようだ。ここでは明らかにできないが、将来の総理候補の一人らしい。藤井が戻ってきた。いい話はできました。ああそうですね、しっかりお時間いただいたと、たっぷり。今回の密着について藤井は思いを語り始めた。そうなんですよ。でも嬉しいですね、こうやってこうなんか話を聞いてくださるのは。だってみんな知らないですよ、僕が何やってるかとか。僕と付き合ってる人も、僕が全体として何を思ってやってるかっていうのを知ってる人っていうのは極めて限られてますよ。知ってもらうことが目的ではないから別にいいんですけども、知ってもらった方が仕事しやすくなりますよね。あ、一緒にそういうことやりましょうみたいな。それでまたなんか仲間の中でもそう思ってないからね。だから基本的に財務省も言論人の仲間もね、僕にとって変わらない側面があるわけですよ。だって特定の言論人、まあまあ本当の仲間の人ってまあいるかもしれないけど、多くの言論人はなんか経済だけだとかね、なんかなんとかだけだとかね、それって財務省だけっていうのとあんま変わらないわけですよ。こっちはもう全体のことをやろうとしてるわけですから、やっぱねこの全体の思いが共有できることが大事でね、
で、かつその時のアプローチも、あ、これは大事やなとかっていう感覚も似てることがすごく大事なんですけど、すごく少ないんですよ。で、それができるのは大石久和先生ですよ。大石久和先生はもう完全にと言っていいぐらい僕と一緒ですね。やっぱりなんか京大土木の先輩だから同じ空気なんですよね。で、彼も思想も哲学も全部できるし、で、官僚も分かるし、彼は官僚だし僕は学者だけど、大石さんとは一緒の感じがしますね。元国土交通省道路局長大石久和氏は藤井についてこう語る。あの後輩の例えば京都大学の教授群でも、これは東京大学入れてもいいんですけど、教授群の中でも一番親しく付き合って一番深く議論しているのは藤井先生ですから、藤井先生の活動に期待しているし、藤井先生の考え方に共鳴している。私は藤井先生にですね、その最も敬意を抱いているのはですね、その関心の領域が広いということなんですよ。で、彼は大学を卒業して留学してるんですが、スウェーデンの大学で留学してるんですよね。で、それで何を学んだかというと心理学なんですよ。心理学で考えてみたらですね、土木なんていうのはその地元の理解が得られなければ橋一つかかりませんね。で、どうやって説明したら住民の皆さん方がこの橋の重要性を理解できるかというのは、土木工学の知識だけではなくて、その心理学の世界からもう迫るというのは非常に大事なことだと私も思っていて、彼が卒業してその心理学の勉強にスウェーデンに行ったっていうのはすごいなと。こんなのはいませんからね、土木の卒業生で。夕方、藤井は政治家との会食場所に向かっていた。重要なね、はい、方々とご一緒で古い仲間ですから。食事は藤井にとって情報交換の貴重な時間だ。待つこと2時間。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いい話ができました。あ、よかったです。よかったです。いや、これも国家を買い売る話よね。うん、ちなみに明日は朝何時起きとか何いいスケジュールですか。だから5時半ぐらいですね、明日ね。5時半ぐらいですね。で、6時ぐらいの新幹線。ちょっと 大学人だから僕は。大学の仕事がありますね。大学の仕事じゃないといけない。いやー、今日は良かった。いやー、いい話できましたよ。あー、良かったです。もうほんとね、ちょっと一応回ってるから証拠残さんように何も言わないです。はい。あ、そうですか。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまた明日また別の。はい、またよろしく。どうもお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。この後、深夜2時まで語り明かしたそうだ。1968年、奈良県生駒市の生まれ。幼少の頃からかっこいい生き方に憧れ、世界に影響を与えるミュージシャンや哲学者に強く関心を持っていた。やがて京都大学に進学し、学者の道を目指す。その後、数多くの功績を残し、ある縁をきっかけに安倍元総理大臣と出会う。そして2012年内閣官房参与に就任。日本を良くするために日夜働き続けたが、6年後辞めることに。